ストライパー、ストライパー、ストライパーは、アメリカ合衆国出身のクリスチャンヘビメタルバンド。1980年代の LA メタルムーブメントから誕生したグループの一つ。キリストを賛美するような歌詞やパフォーマンスが特徴で、クリスチャンメタルと呼ばれるジャンルを形成した。詳細な時期は不明ながら一度解散したが、2003年から再始動を果たしている。ストライパーというバンド名は、 イザヤ書ょ53章語の文中のストライプという単語に由来する。いかばっすい。he was wounded for our translations.he was bruised for our inequities.the chastisement of our peace was upon him.and with his stripes we are healed. また、バンド名を、salvation through redemption, yielding peace, in car a g e m e n t アンドライチャスネスの略であるという説もある。なお、イザヤ書53章語の文字は、彼らのいくつかのアルバムジャケットにバンドロコと並んでみることができる。ストライパーは、当初、マイケル、ボーカルギター、弟トロバーと、ドラム、ニーのスイート兄弟と、オズフォックス、ギターを中心に、ロックス・レジームというバンド名で活動していた。年に、ティム・ゲインズ、 ベースの加入後、バンド名をストライパー、ストライパーと改名し、翌1984年7月10日、デビュー EP、ザイエローブラックアタックをリリース。しかし、ボンジョビア・ラットラと同じカテゴリーのバンドとして世に出たため、彼らは本物のキリシタンバンドではないなどの批判を浴びせられていた。1985年3月15日、彼らは、 初のフルレンスアルバムであるソルジャースアンダーコマンドをリリースした。このアルバムは初のゴールドディスクに輝き50万枚以上のセールスを記録した。この成功を受けデビュー EP のザイエローブラックアタックをわずか2万枚の出荷を埋め合わせる意味も兼ねて1986年8月11日に再発することになった。 1986年10月24日、サードアルバム、Two h e l l with the Devil をリリース。これは、プラチナムディスクを獲得し、コーリングを言う、アンリーのヒットも手伝って、100万枚以上のセールスを記録。彼らの中で、最も成功したアルバムというだけでなく、クリスチャンメタルバンドとして、初の成功を収めるという偉業を達成した。アンリーは彼らの中でも最もよく知られた曲の、 一つである。しかしティム・ゲインズはこのアルバムのレコーディングには参加して、おらず、アルバムのリリース前に脱退してしまう。後任には、マット・ヒュー・リッチが迎えられたが、ティムは、その後バンドに再び戻り、ワールドツアーに参加している。1988年7月28日、ホースアルバム、インゴ・ト d ウィートラストをリリース。このアルバムもゴールドディスクを獲得し、シングルカットした。 Always There For You が大ヒットした。しかしこのアルバムは以前にも増してポップなサウンドとなり売れ線に走ったと批判された。前作同様、ティムはレコーディングには参加せず、ツアーには同行した。1990年8月21日、フィフスアルバム、Against the l a w をリリースした。しかしこのアルバムは従来のストライパーのイメージとは著しく、 変化しており、アルバムジャケットに必ず黒と黄色のカラーが含まれていたり、髪を賛美するような歌詞というような彼ら独特の要素が一切排除された。その一方で、バンドは黒い革のパンツやレザーというようなオールドメタルのイメージに一転し、サウンドもより重厚かつヘビなものに変貌した。この大きな変化に関して、ドラマーのロバート・スウィートは、前作のポップイメージを払拭したかったと、 発言している。また、このアルバムには、ジェフ・スコット・ソートがコーラスで参加でいるほか、アース・ウィンド・アンド・ファイアーのカバー曲、シャイニング・スターに、ジョー・ジャクソンが参加している。アゲンスト・ザ・ロー発表後、所属していたレコード会社のが倒産。新たに、ハリウッド・レコーズと契約した後、1991年に、新曲2曲を含むベスト版、キャント・ストップ・ザ・ロックをリリース。 そして1992年2月までのツアー終了後、ソロ活動を理由にマイケルがバンドを脱退。その後オズフォックスがギターとボーカルを兼任してヨーロッパを回ったが、アメリカへ帰国後に自然消滅という形でバンドは解散。その後、オズフォックスとティム・ゲインズはシンディジーを結成し、1998年にアルバム HES Not Dead をリリースした。 マイケル・スウィートは1990年代に4枚のソロアルバムをリリース、クリスチャン・ミュージック・市場に貢献した。ロバート・スウィートは様々なバンドのドラマーとして活躍し、2002年にはソロアルバムもリリースしている。シンディジーのメンバーは一度、1999年にプエルトリコで開かれたロックフェスティバルにて、マイケル・スウィートを含めたメンバーでストライパーの曲を 披露している。また2000年にニュージャージーで開かれたストライパーエキスポにて8年ぶりにストライパーとして復活した。これと同年にはコスタリカで公演を行った後、2001年にはロサンゼルスにて再びストライパーエキスポを行っている。2003年ハリウッドレコーズの要請を受け、マイケル・スウィートはコンピレーションアルバム用に2曲新たに書き上げ、 この新曲2曲を含むバンド2作目のコンピレーションアルバム7ズベストオブストライパーマイナスをリリースし再結成ツアーを行った全米36カ所にて行われプエルトリコの3ファンでの公演を最後に終了したまたこの翌年にはこのツアーの模様を収録したライブアルバム7ウィークスライブインアメリカマイナスをリリースしプエルトリコ公演の模様は DVD として映像化された。しかしこの、プエルトリコのライブは、オリジナルラインナップ最後の公演となってしまった。2004年、スイート兄弟とオズフォックスは、新たなアルバムのレコーディングのために、スタジオに入ることを決心したが、ティム・ゲインズは乗り気になれず、代わりに、長年マイケル・スイートのソロバンドのベースを務めた、トレイシー・フェリエが参加した。11月、 ストライパーはメキシコのパラチオデラスでインポーテイスでのイベントを予定していたが、これを突如キャンセルし参加するはずだった他バンドのメンバーやプロモーターとの間で衝突が起こった。ストライパーはプロモーター側に落ち度があると主張したが他のクリスチャンバンドを敵に回すことになった。プロモーター側はストライパーに準備金の全額を返すように要求したが、 ストライパー側はこれを拒否し、プロモーターは多額の損失を出すことになった。その後、ストライパーは自身のウェブサイトにてグッズ等を販売し、プロモーターに払い戻しを行う姿勢を見せた。2005年、15年ぶりのオリジナルアルバム、リボーンをリリース。この作品は、オルタナティブミュージックやグランジの側面を取り入れた、モダンなサウンドに仕上がっており、歌詞は、 以前のような神を賛美するようなものに戻った。2006年、2年前のプエルトリコ公演の模様を映像化した DVD、Greatest Hits ライブインプエルトリコマイナスリリースした。2008年、この年の6月より、リードシンガーのマイケル・スウィートは、ボストンに加入。サマーツアーに参加している。2010年、オリジナルメンバーだったティムが復帰し、 25周年ツアーを行っている。2011年、日本の HR、HM フェス、ラウドパーク11出演にて、22年ぶりの来日を果たす。2016年、27年ぶりの単独来日公演を開催。2017年、ティムが再び合体。公認に、ペリー・リチャードソンが加入。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。